はい、いチャンネルでございます斉藤健一郎さんが国会に登院するのかしないのかという話なんですけども本、えー、本日ね、えー、動画2本目の収録となります、えー、ここ最近ねちょっと忙しいので動画撮れる時に撮りためておこうということで、えー、同じ日に同じタイミングで2つの動画を撮影しておりますが公開するのはあ違う日になると思います。 えー、同じ服着いとるやないかということで、お前風呂入っとんかというようなツッコミはなしでお願いします。で、まあ本題に入りますと、えー、ガーシーが除名になったことでですね、えー、斎藤健一郎さんがあ、黒川さん、山本太郎さんを、えー、飛び越えて、結果的に繰り上げ当選ということに、まあ、なったのかななるのかなあ、そういうわけなんですけども、 どうやらその斎藤健一郎さんも党員しないと、かもしれないというふうなね、えー、話題が出てきております。まあ、これを言い出したのは立花さんなんですけども、まあ、ガーシーがね、党員しないという理由で除名されたと、じゃあ次の斎藤君も同じことをしてね、えー、除名になるのか、ね、もちろん斎藤健一郎さんは、そういう、えー、不法行為、違法行為、犯罪等々、 起こしてない人だと、ねえー、そういう人でも国会に登院しないだけで斎藤健一郎さんも、えー、除名になるのかと試験的にやってみる価値はあるとまあいうふうなことをおっしゃられてでねまあ率直に僕の感想から言わせてもらうとそれはやめとった方がええんちゃうかなっていうのが一つそれと二つ目は。 それをやるんやったら山本太郎さんでよかったやんっていうのが二つ目ですかねあのー、ガーシーには登院しないできない理由もちろん公約っていうのもありましたし一定数の理解者っていうのは生まれると思うんですよねもちろんもともとガーシーファンだった人はその一連のね経緯っていうのを知ってるから ガーシーシが投しなかったでもそれ最初から言うてたやんっていうので収まると思うんですよねでも斎藤健一郎さんが繰り上がった理由って堀エモ門の力を国会に持ち込んでねなんか国を動かすのに堀エモ門の力が必要なんだというような立花さんの持論から僕は始まったものだと思ってるんですよね。 でもっと言いにくいことを言うと、まあ、山本太郎さんに関しては、まあ、誤解票というか、令和新政組の山本太郎と勘違いをした令和新政組の、えー、支持者の人が入れた票も混じってると思います。えー、プラス、えー、令和の山本太郎が大嫌いで、だから NH 当時のね NH 系統の山本太郎にあえて逆張りで投票するんだというような票も。 あると思います。もちろん、えー、山本太郎さん自身の、えー、友人とかファンからの投票もあると思います。で、そういうね、まあ、いろんな種類の票が山本太郎さんに入った。でも、結果的に山本太郎さんが取った票なんですよね。まあ、それをすっ飛ばして、次黒川さん。まあ、黒川さんの場合はね、 根強いいいファンっていうのが非常に多いんですよねオリーブの木翼の塔からずっと黒川さんを応援してる黒川敦彦を応援してるまあ現翼の塔支持者っていう人も多いですでもちろんもともとの NHK 党支持者の皆さんでも黒川さんのことがね好きになって、えー、黒川さんに入れたという人もいますでまあ そういう人たちのね、それこそ民意っていうのを、まあ、本人同士がね、山本太郎さんと黒川敦彦さんが、本人がね、納得をしてくれたということで、まあ、票を入れてくれた人たちの民意を、まあ、すっ飛ばした形で、斉藤健一郎さんが繰り上げってなるんですよね。そこまでしたのに、 党員しないのは僕はさすがにちょっともったいないかなと思います。まあ、いきなりね、その、浜田議員みたいにいろいろできるとは僕も思ってませんけども、まあある程度普通にやって、その中でね、仕事しながらこれやってみようとか、 これ提案してみようとかねやっていくのもありなんじゃないのかなと思います遡ればねまあ立花さん自身も国会議員辞めてで浜田さんが繰り上がってそれは政治と選挙の分離ということで皆さん理解してると思いますでね実務として浜田さんが現状 素晴らしい功績を上げてるわけなんですけども斎藤憲一郎さんに関してはもうそれええんちゃうかなと個人的に特段バカな人では僕ないと思ってるのでまあ1回かな2回か一度関西でねお会いしたことあるんですよで人当たりも良くてね見栄えもいいし えー、ものすごくね感じのいい人なんで、まあ、議員さんとか向いとるんちゃうかなって思うしねその、まあ、せっかく山本太郎さんに入れてくれた人たちの気持ちで黒川敦彦と書いてくれた人たちの気持ちを背負ってね繰り上げ当選になるんだったら僕は党員してまあ 普通って何やねんっていう話になるかもしれんけどもある程度普通にやればいいんちゃうかなと、まあ、繰り返しになりますけどもある程度普通にやりながら中から変えていく提案していくね、えー、話題を作っていくことっていうのは僕は十分できると思うんですよねで結論なんでこんな言いにくいこと言ってるかというとあんまりそれをやってるとね 国政選挙において、どうせ政治家女子48党に投票してもまた辞めるんやろとか、また当選あ当選したのに党員せえへんのやろっていうふうになれへんのかなと思うんですよね。政治と選挙の分離において、ガーシーの議席を譲り受けた斉藤健一郎さんっていうのは、 政治側だと思うんですよガーシーはもちろん選挙側でしたよねだからその政治側の健一郎さんがそれをやっちゃうっていうのは僕はちょっと役目が違うんじゃないのかなって思ってますまあ僕の一意見ですのでええー、仮にね本当に試験的に健一郎さんが登院しないっていうふうになったとしてもうーん 特段文句は <laughs> 言いません。それで決定するのであればね。ただまあ、僕の一意見としてはこうですよと。とまあ、いう話です。はい、本日2本目の動画です。まあ、公開はね。別の日になると思います。以上です。徳島市より nhk をぶっ壊す。<laughs> <laughs>